私はキリト君の隣で戦ってきた。今だって同じだよ。この世界でも君を守らせて。人形であることをやめ、一人の人間として生きるきっかけをくれたのはキリト、お前です。私はお前のためにこの剣を捧げます。僕は君の力になりたい。君が6年間動けずにいた僕を助けに来てくれたのと同じように、君があの時僕を掴んでくれたように、今度は僕が君を支える。ありがとう。必ずアドミニストレーターを倒そう。では行くぞ。コネクト戦メインビジュアライザービジュアライザ。やっと来たの、坊やたち。アドミニストレーター。本当に意識が復活しているなんて。つくづく諦めが悪いわね。可愛いお友達を無駄死にさせておいてまだ懲りないなんて。なんだと。事実を述べたまでじゃない。欠陥品ごときが抗ったところであの子は何も成し遂げられなかった。そして坊やもあの子を無駄死にさせただけ。それは違います。あら、何か言いたいことがあるの、アリスちゃん。私はキリトからここで何があったかを聞きました。絶望的な状態でメディナ殿は自らの命を落として剣になり、キリトに力を与え、キリトはメディナ殿と共にあなたに一矢報いて外の世界への扉をその剣で焼き払った。あの時あなたは確かに一度死に、キリトは命を失わず最上階へと戻ってくることができた。そして今私たちと共に再びあなたを倒しにここへ来たのです。意味のない生も死もあるはずがない。アリス。随分と生意気なことを言うのね。私は決めたのです、最高司祭様。一体何を。たかだか人形が人間の真似事をしたって何も変わらないわ。あなたは所詮騎士時代に私から与えられた使命を守っているだけなのに。違います。私には自分の意志がある。この世界を苦しめるあなたを倒し、必ずやこの世界で懸命に咲き誇る命たちを救ってみせる。これは与えられた使命を果たすためではない、私という人間が真に願うことなのです。ごちゃごちゃとうるさいわね。お前たちの無力さを思い知らせてあげる。あなたがどれほど強くてももう恐れはしない。何があっても死ぬ時まで離れない。それが僕たち三人の約束だから。一緒に戦うんだ。俺はみんなが生きるこの世界を守りたい。そしてメディナの意志を継ぎ、お前を必ず倒す。アドミニストレーター、お前の支配も愛も俺たちがここで終わらせる。終わるのはあなたたちの方。さあ来なさい。